特定技能外食業。試験の質問。質問42、ミネラルの説明はどれか。え、肉、魚、卵、大豆製品などに多く含まれ、体を作る働きがある。B、バター、マーガリン、植物油、肉の油などに多く含まれ、エネルギーになる。C、緑黄色野菜、果物、レバーなどに多く含まれ、体の調子を整える働きがある。B、わかめ、牛乳、乳製品などに多く含まれ、骨や歯などを作り体の調子を整える働きがある。